本日は加納駅に来ておりますね。切符を買って中に入ろうとしております。このように、構内踏切がありまして、こちらの方は例の開かずの踏切、そして駅の中に入っていくことになりますね。ホームのね、先端に陣取って今ね、写真を撮ろうということなんですが、一番端っこの方に来てますね。急ですかね。まあ、それほどの通過スピードではありません。そして例のですね、カーブですよね。こう回って終点岐阜駅へ登っていくと、手前に踏切がありますね。快走でしたね。でもまあちょうどいい時に通ってくれましたけども、この加納駅の先端から手前に一つ、奥に一つ、三つ、四つ、踏切があると思います。そして最後のカーブを登って、岐阜駅に入るということになりますね。今だいたい4時45分ぐらい、
回送電車がやっぱりね、次々とこう、送り込まれていく感じですけど、まあ土曜日ですのでね、ちょっとダイヤ的には休日ダイヤかなと。5時20分ですね。だいぶまあ暗くて限界っていう感じになってました。